いや、みんな美味しかったですけども、せーのでいくか、せーのでいくか、うん、せーの、今回はですね、はい、あの芸人さんってやっぱ食レポができるの重要じゃないですか、うん、あ最近食べたりしてるしね。そう、そうですね、最近ちょっと増えてる、そういう仕事。それでは言ってあげて、お前の名コメント、バケモンうまい、これがハマってんねバケモンうまい。ただうちのチャンネルってなんか商品とかを扱いづらいじゃないですか、うん、ということで、あの今回はですね、スタッフでご飯を作ってきました。ええ、どういうこと。みんはい、オーダーサッカ飯、はい、はい、ということで、はい、今回は後藤さんと鈴木さんに僕らが作ってきたご飯を食べていただいて、うん、あのどのご飯が美味しかったのかっていうのを最終的に決める、石原さんはこの支配人ということで。嫌だ、ダンプの食べたくなる。ダンプのは俺もマジ嫌だ、やば、食べてもいいなと思う作家も中にいる、多分半分ぐらい。それは誰、みんな作ってる。工藤、ダンプ、深見、健介、福江、勘次郎、坂本、わざとまずくしてるとかない。あ、そう、しっかり美味しくしてもらう。あの企画のためにふざけてきてるとかじゃなくて、二人の胃袋をつかみに来てます。なるほど、ということでやっていこうか。やるぞ、やるぞ、やるぞ。オーダー炭治郎のオムライス。炭治郎だ。あー、炭治郎のオムライスが。そう、いいね。あ、全然美味しそう。全然食べれそうだな。お前、キモいってでも。マジじゃん。こっからさらに一口。お、なんか書いてますね。顔で。顔で。あ、歯だ。あ、すずちゃんの出っ歯にしようとしたの。あ、あ、ハートだ。あ、はい、完成です。すごい。なんだお前、どうしたんだよ。鈴木さんの愛情オムライスです。いや、俺も食うんだよ。鈴木さん、あ、俺への、鈴木さんへのとかだったら分かるけど。いただきます。じゃ、卵と一緒に食べます。全然食うで。どう。めっちゃ普通。ウィンナーなのね。ウィンナーです。これは実家が。で、お母さんのあれなのかなって。ベースは、これベースは、ベース森家のウィンナーですね。ああ、なるほどね。え、これ野菜、え、何入ってんのこれ。ウィンナーだけです。だけ。玉ねぎとかさ、ピーマンとかさ、人参とかさ、栄養バランスがあまり考えない。ウィンナーだけです。あ、でもいい、美味しいわ。いただきます。なんだろう、うん、なんか年下が作った感じなんです。わかんない。あの、そう、全然まずくないわ。いや、美味しい。ありがとうございます。もうふわふわで、あの、うん、卵もね、そう、うん、ちゃんと全然食べれるわ。めっちゃ美味しいわ、感じる。ありがとうございます。1位だもん、これ多分。うん、次、誰にしますか。深見で。おっ、はい、分かりました。深見も結構やばいと思うんだよな。オーダー、深見のキーマカレーライスなし。ういっ、お前ふざけんなよ。やったな、お前遊んだな。そぼろじゃん。いや、キーマカレーなんだよ。キーマカレーのライスあるの。あ、まあまあまあ、キーマカレーですわ、うん、でもその、できるやつのメニューだよね。いつ作ったこれ。朝。朝だって、ってもう3日目みたいなルックスしてるよ。どうしてもな、ルックスが。玉ねぎとトマトぐらい、野菜は。そうです。あとひき肉と、はい、じゃあちょっと行ってみるわ、まあ、とりあえず。いや、米欲しかった、普通に。まあ、いただきます。あ、でも、うまいわ。うまいわ。美味しいんだ。全然うまい、ぶっちゃけ。うん、何がうまい。あの、全部トマトもちゃんと感じる。へぇ、トマトも感じるし、玉ねぎも感じるし、で、まあ、ちゃんともちろんひき肉はあるしっていう。トマト食べれないの。でも、あったかいトマト食えなかったっけ。生野菜じゃなければ、あるけど。うまっ。そう、普通に、いや、マジで米欲しいぐらい、今。
あー、そう、めっちゃ美味しいよ。辛くないし、そう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 、でも甘すぎず、マイルドな、そう、旨味がすごくありますね。おお、大絶賛じゃないですか。あら、二口目いっちゃって、あら、箸が止まらないじゃない。いや、美味しい、うまい。これ何と食ってもうまいわ。優勝、ありがとうございます。次どうしようかな。坂本行こう、坂本。オーダー、坂本の関西風レタスチャーハン。えい、おなんだね、関西風出身が関西。いや、そうだけどな。あー、でもまあまあまあ、うまそうですよ。うんうん、美味しそう。レタスチャーハン、レタスチャーハン、え、自分で作ってたの？あー、まあ、母親作ってて、あー、なるほど、教えてもらう感じです。じゃあ、ちょっといただくよ。いただきます。いってらっしゃい。うん、まあ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 、なんか、まずかないけど、なんか、あ、味薄いな。あー、ちょっと薄め。味薄いわ。具材は多いから、ベーコン、卵、レタスとかって、その、具材の味はする、素材の、ただ、素材の味しかしない。ムカつくな、お前。でもちゃん、子供みたいだな。いや、俺、チャーハンめちゃくちゃうまいんだよ。あ、そう、そう、俺、チャーハン超得意なの。お願いします。うん、いただきます。美味しそうですよ。どうですか？うん、美味しくないな。美味しくない。うん、そう、素材の味を遅れてやってくるよ。美味しい、美味しい。うん、でも全然食える、その、まずくない、全然。お、好き好き。これさっきのキーマカレー乗せてこうや、これ。確かにシャキシャキしてるわ。聞いてる、そうです。これなんか、あ、言ってる、本当に言ってる。すごい、シャキシャキ言ってるわ。美味しいわ。ありがとうございます。あ、みんな結構できるね、料理。うん、出来たて食べたい。僕、ちょっと、私、いうことなんですけど、うん、昨日から一人暮らしを始めました。うん、あ、そうなんです。今までちょっと二人で作家と、同期の作家と住んでた。工藤と、工藤と、工藤と、うん、初料理が、これ。あ、そうです。その自分、新居ってか、住み始め、新居での初料理、これ。そうです。お、どうってことだ。なんでそれ、知らねえよ、それ。じゃあ、1位とはならないよね。うん、次、どうしますか。ダンプです。オーダー、ダンプの手作り、うん、わかめおにぎり。ウィッかよ、握った、でかいよ。なんだよ、お前やったらふざけたな、お前。ねえ、でかいよ。俺が中ぐらい2個ってこと、はい、で、たくみがでかいの1個。はい。え、ダンプが握ったの。はい、素手で。はい。気持ち悪いわ。お前、米使いすぎなんだよ。お前、ふざけんなよ。深見の米なくなっちゃった。深見のキーマカレーのやつ、これだろ。いや、絶対、一緒に炊いたんだろ。はい。なんかその、隠し味的な、その、こだわりとかある。確かに。二人の顔を思い浮かべて握りました。あ、大丈夫。はい。これ、どうやってラップしたんだよ。いただきます。まあまあ、うまい。うまいよ。うまいよ。うまいよ。それはこれは。ありがとうございます。このおにぎりの食レポって何？この子に知ってるよ、僕らが言わずとも。ちょっと固めだね。ああ、いいです。でも俺固め好きなの。ああ、味もちょうどいい。濃すぎず薄すぎず。だけを考えたの。あの、分量も確かにちょうどいいよ。愛情込めて握ってくれてるからな。いただきます。せっけ。似合うね、おにぎりが。うん。おいしい。めちゃくちゃおいしいよ、ぶっちゃけ。めちゃくちゃおいしい。いや、めちゃくちゃうまいよ、優勝か。やっぱ、配分量がベストだったんだな。確かに、うん、入れすぎてるのかなと思ったけど。うん。全然遠くない。結構いいんじゃない。めっちゃうまいぶっちゃけ、マジで、うん、いや。いや、いやってよ。あとでキーマカレーと食べたい。あー、うん、まあ、ぜひでしょうね。いいですよ、でも。もう紹介するの。じゃあ、ちょっとケンスケで頼むわ。オーダー、
ケンスケの酢豚ウィン。酢豚なんて結構うわー、あーでもえキモい俺思ってたより全然俺じゃない。パイナップル入れる派の酢豚ね。え、だって分かんないっしょ、そのパイナップルの初めて作りました。は酢豚を、はい、なんで何の感情があったらさ、カズナの料理の中でさ初めて酢豚を選ぼうと思うのでも匂いはいいし、じゃあちょっといただきます、うん、酢豚。これやだな、こいつおかしいわやっぱり。どうですか。めちゃくちゃうまいぞ。ありがとうございます、はい、全然うまいわ。ウソ、え、酢豚のなんか元とかを買ったの。いや、このレシピ見て。え、全部、え、ほんとに、え、どっちどっち、元じゃない。元じゃないです。トマトとか醤油とか。え、マジで。え、これ元じゃないとしたらすごくない。うまい。ありがとうございます。おお。パイナップルがね、ちゃんとその知ってんの。いや、全然うまいわ。うん、ああ、そう、それは分かりました。すげえ。最後、工藤。はい、行きます。オーダー、工藤の手作り洋風ハンバーグ。マジでハンバーグ。おお、すげえ。めっちゃちゃんとハンバーグだ。グラスで。いや、特製の特製のお前の国自家製ソースです。すごいわ、しっかりしてるわ。そうだな、ほら、しっかりしてますよ。うわ、肉厚ね。お、それソースが。じゃあ、いただきます。お、あれ、めっちゃうまいわ。ソースうまい。あ、ちょっとしょっぱいわ。でもうまい。うん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 。ハンバーグ自体は、ハンバーグもだいぶ味ある。え、これ何、塩とかも全部振ってる。塩コショウぐらいですね。うん、あ、まあまあそう。いただきます。工藤、どうぞ。うまい。うん、あ、めっちゃくちゃうまいやん。おー、すげえいいよ。バケモンうまい。バケモンうまい。バケモンだわ、クド。あ、おいしいよ。その濃い味好きだから。あー、なるほどね。あ、じゃあもう超舌に合うじゃん。めっちゃおいしい、これ全部食べるわ俺。キーマカレーこれにかけて食ってもうまいわな。あー、ソース代わり。カレーハンバーグ。意外とサッカー人も料理できるね。みんなできるね。おいしかったな。いや、うまかったわ。どうしますか。だから一人、僕らで一人選ぶのな。一人選んでください、この6人の中から。みんな美味しかったですけども。せーのでいくか。せーのでいくか。うん、せーの、ケンスケ。やっぱ、まあ、元を使ってないっていう素晴らしさ、うん、まあまあ、工藤もだったんだけど、うん、ちょっとやっぱり、それでも一個酢豚っていう変化球はちょっとやられた。こんな接戦になると思わなかった。うん、みんな美味しかった、でも。ああ、ほんと。俺、ダンクにしようと思った。え、わかめおにぎり。また作ってきますよ。また作って、いらないよ、絶対。ということで、呼ばれた健介さん、キスお願いします。最高だな、この企画は。以上、サッカー飯でした。大事だもんだよ。そうだな。動画を見てくれてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録、グッドボタン押してね。概要欄に Twitter の URL もあるので、ぜひそちらもご覧ください。いいんじゃない。いいかな、こんな感じ。こんな感じ、はい、いけそう。じゃあね、キーマンも違う。そう、3位キーマンかな、俺。4位わかめ。あ、意外と感じそうかも。地味にめっちゃちゃんと引くから。ビジオブラル。本当に意味ないじゃん。でも、今になってもまだ誰やってもお
言いにくいっすわ。当たり目だろ。当たり目だろ。